今回は三国志13を大衆のみでクリアするを目指してプレイしたいと思います。またバージョン 1.04 が公開された直後ですので、そのあたりの変更点も合わせて紹介していきます。ではプレイするのは198年呂布討伐戦で、選ぶ武将ですが馬長でやってみたいと思います。で難易度は上級、他はあり、勢力拡大は早い、将兵回復は早い、まあ、この辺りはご覧の通りで、システムにここでまたバージョン 1.04 で追加された要素が一つあります。それは何かというと、この一番下の兵糧補給、これは今までは全部手動でしたが、新たに設定が加わったのは自動と再分配も自動。説明にあるように自動だと軍勢が都市を通ると勝手にその場で兵糧が補給される。再分配も自動だと、もし兵糧が足りなくなっていたら勝手に再分配される。まあ、再分配も自動が一番楽といえば楽なのですが、もしついうっかり都市の上に武将を置き続けてしまった場合は、延々と補給を繰り返し自制力の兵糧がなくなる恐れもあるので、ここは当面は自動でやっていきたいと思います。もう兵糧に余裕ができたら再分配も自動を選択するのが良いのかなと。あとは、まあ、君主とかだと再分配も自動が有効かと思いますが、それ以外はそもそも君主が勝手に再分配しますので、まあ、普通今回対地プレイですので自動で良いかと思います。ではやっていきたいと思います。バージョン 1.04 はかなり多くの修正がありましたので、これはまた新たな気持ちでプレイができるかと思います。特に2品間以上になった時には勢力表情に参加できるようになり、勢力表情では同盟も選べるようになったんですね。同盟してくれという。なので今まで特権のみでできていた外交が、特権がもうなくなる1品間以上でも、まあ、同盟締結、勢力表情を使えば可能になると、そういった変更が特に大きいと思います。ではやっていきましょう。まずは李郭を攻める。で、都市の表情はまあいらないと。諦めてよろしいでしょうか。さて、で対地プレイをやるときの2つポイントがありまして、まあ、多くは武将の問題ですね。武将の数が少ない、じゃあこれをどうしようかと。でそれはまあ2つポイントがあり、まず重臣に任命すると、この武将はよそに移動させられることがなくなるんですね。対地プレイでやって自分の都市にいる武将も君主が勝手によそに移動してしまうことがあるのですが、まあ、重臣に任命しておけばそれは防げると。ただ重臣に任命するには、階級が7以上でないといけないので、まあ、この点は注意が必要です。で次に移動提案はあまり通らないのですが、武将に余裕がある場合は通ることがあります。これは自分のところに武将を来てくれと。で特に来てもらいやすいのは絆を結んでいる人、こういう武将は、まあ、勢力の全体に余裕があれば、武将に余裕があれば来てくれます。ちょっと試しにやってみましょう。今は全体の馬頭軍全体の武将数が少ないので断られましたが、今後馬頭軍の武将数が増えていくと、まあ、来てもらいやすくなると。この2点がポイントになります。ではまずは早速出陣してここを取りましょう。武藤、さてあまり能力が高くない武将に兵力最小で移動してもらいます。あ、ここバージョン 1.04 から軍勢兵糧は150に設定されてますね。最初からちょっとここどのようになるのか見てみましょうか。これ90で出た後に
それが記憶されるのか、再び150のままになるのか。切符を持ち帰りますぞ。ちょっとお試しでやってみましょう。全部150に設定されてますね。ただこれは150、一見いいように見えて、もし近くの敵を戦うときに150のままで行って敗北すると、そのまま兵糧全部無駄になりますので、もし近くの敵を倒す場合は兵糧数あえて減らすことも検討しましょう。でまずここで何をやりたいかというと、騎兵を上げ切りたい、1000まで上げたいので。良き案があります。農業はいいけど、提案されちゃったので、で騎兵を上げていく。やるか。ではこれで様子を見ましょう。行くの忘れてましたね。ついついのんびりと見てしまいましたが、始めるか。はい、これで武藤を制圧して、武藤に移動してくれと言ってますが、今回は移動しないです。すまぬ。これなぜかというと、ちなみにこれ兵糧は今90日まで回復してますね。この右側兵糧を見ていただくと、これは先ほど設定したシステム2の兵糧補給自動にしたからです。なのでこれ楽ですね、一言で言って。で今なぜ騎兵を上げているかというと、ここの清涼兵、これ馬なのですが、特殊な馬を雇える、それを使うと序盤にしてはかなり強い部隊になりますので、これを、使うためには騎兵は1000ないといけないため、まず騎兵を上げているといった状況です。で武藤に移動してしまうとこれが使えなくなるので、あえてこの近所に残ってやっていこうかなと。さてここで一つ上の騎兵が雇えるようになりました。でそれだけではなく、ここの清涼兵も使えるようになりますので、例えば出陣させるとすると、ここで清涼兵が選べるようになってます。これがあるかないかでまた大きく違ってきます。清涼兵の場合は、銀色まで育てれば使えるそうですね。で今長安攻略のため部隊が出ましたね、馬頭軍が。ただここはもうお任せしてても大丈夫かなと。なのでこちらはまた別行動を取りましょう。この開発訓練が終わったら別の行動を取ります。変わりありませんか。さてここで5品館から4品館に、で特権が使えるようになりましたので、要所で使っていけたらなと思います。ではこちらも出陣しましょう。もうこの長安に関してはお任せで大丈夫そうですので、こちらはここの長路漢中を攻め落としたいと思います。大体部隊はこんな感じで良いでしょうかね。で傭兵館経由だと厳しいので、五条原経由で。いざ出陣だ。高徳が今、高徳が負傷しましたと出ましたが、これもバージョン 1.04 で追加された要素です。負傷すると能力値が大きく下がる、これがポイントですね。ただどこかに負傷しましたという文字は出ない。ここにありますね。ここに負傷と書いてあって、能力値が下がると。なのでプレイする上では注意が必要です。
これ長安攻め落とせそうになければこちらに行くという手もありますが、まあなんとかなるでしょうというかなってくれという気持ちが強いです。さてではこちらも漢中との戦いです。誇り高く汚れなく錦の異名に恥じぬ戦を。では行きましょう。進め。申し上げて危機がございます。良き案があります。守りを固めよう。まずはトッツと陣を落としてしまいたい。領州の金馬長水産なり。でここはしらみつぶしに倒していく。うん、あまり良い戦法がなさそうですね。ここはできるだけ敵を倒してしまって、城での敵の数を減らしたい。俺に続け。行くぞ。その見る試合。行くぞ。行くぞ。この調子なら本陣行っても良さそうですが、もうちょっと引き倒しましょうか。受けてみよう。ここまで。ではもうある程度倒したので、今こそ勝機だ。俺に続け。行くぞ。あ、もう倒した方が早いですね。守りを固めよう。耐え抜くのだ。今長安攻撃したので長安の方はなんとかなりそうです。ここまでか。行くぞ。はい、初戦は難なく勝利。ここまでか。金馬長の名しかと覚えよ。この采配戦闘の敵の動きも変わっているようですが、まあ今の段階ではよく分からなかったですね。では漢中の戦い。誇り高く汚れなく錦の異名に恥じぬ戦を。ここは一気に攻めた方が良いかもしれないです。さて敵の動きがどうなるか。あまり良さそうな特技がないんですよね。なかなか使い勝手は良くない。我が力その身で精い。よし今だ。だだれ込め。もうここは本陣をとっとと狙って終わらせましょう。今こそ勝機だ。俺に続け。早い早い。はい、馬道軍が長安を制圧しました。今こそ勝機だ。俺に続け。これは突撃効果があるので片方に向かって進んでしまうのですが、確か、まあ、攻撃と士気も上がるそうです。ただどうなんでしょう、上がってる気配ないような気もしますが、突撃中のみ上がってるのかもしれない。我が力その身で試合。領州の金馬長水産なり。はい、これで漢中を攻め落としました。
ここでもあまり戦闘中の敵の動きどのように変わったのかがよくわからなかったですが、あと縄文などの攻撃するときの破壊力が変わったという話もありますね。なので縄文突破とかがしにくくなったと言われています。さてこのままでは一部の部隊を返して、馬長はこのまま近くの制圧を行きましょう。傭兵艦取り、ここまで行くぞ。ここをなんとか人口が多くなるので取っておきたいところで、ここ城陽に行ってもいいのですが、ここを取ると劉表と接してしまうので当面は行かない方がいいのかなと。あとここの河野を取ってもいいんですが、ここを取ると袁紹と曹操と接することになるので、これもやめた方がいいのかなというのが今の状況です。まあ劉表を今は誰でしょうね、劉将をまあ倒してしまいたい気もしますが、ちょっとここでまた移動提案やってみましょうか。はい、ここ書いてある通り縁深い馬長様のいる近所ならば万力様も喜ぶだろうということで移動が許可されたと。このように絆を結んでいる人であれば、まあ勢力の武将数ある程度いればこのように来てもらえる可能性も高まると。では解散しましょう。始めるか。で今回新たに追加されたこととして、構わんぞ、この移動中にでも他の人と会う可能性があると言われています。まあちょうど会ってくれればいいんですが、今回は会わなかったですね、誰とも。さてでは今回はこの辺りで終えたいと思います。また次回もご覧いただけたら幸いです。